あ、まっちゃんが、だから純エイペックスやろうぜって LINE 来たのか。あいつパブ G から卒業しなかった、この野郎。俺たちパブ G のことパブって呼んでんだけど、ペックスって呼んでるから、ペックス。ペクサーになっちゃったか。なあ、ドンカツ取ったんだ。いいな。ペクスって言ってた。ペクス呼ぼうぜ、やろうぜ。じゃ、俺がね、エイペックス嫌いな原因が分かったわ。あのね、敵が硬い。実力の差がめっちゃ出る。敵硬くね、エイペックス。そう、俺も硬いんだけど、敵の方がうめえじゃん。実力の差がめちゃめちゃ出る。パブ G ってワンチャンあるでしょ？横からダダダダ。実力の差が出るんだよな。あ、ニコイルはなんか、すごい簡単だったイメージあるの、確かに。そう、まぐれキルできない。頭にさ、バーンって、スナイパーライフで必勝しても多分、120ぐらいでしょ。一番火力の出るやつ何、あの、金のやつ、なんつったっけ、なんつったっけあれ。まだある。クレーバー。クレーバーのヘッショって150だっけ ?120 だっけ ?200 でんの ?250 よ。じゃあもうワンパンじゃん。ヘッショ200、ワンパンなんだ。へぇー。どうは ?150 でんだ。あ、どうでも150でんだね。え、1個前の俺のパソコンで APEX やってたから、今のパソコンだと全然余裕でできると思う。俺配信でやってたよな、ニコ動で。その時に出したダメージ800が俺の人生最高レートだ。やってたね、エイペックスね。このパソコンエイペックス入ってないんだよね。あともう煮詰まってるから多分今参入しても本当にあのレレレ打ちか。なぜパブ G かってさ、なんか、もう一応貯金があるからさ。でもなんか、派遣を取るようなさ、FPS のゲームなんて金輪際出ない気がする。もう煮詰まってるでしょ。やれば、あ、なんて言ってなんか、すげえの出てくるんだろうな。